特にマルキーニョスなんかは前線で起点になれますから、はい、彼に預けて周りが連動していくというのも大事じゃないかなと思いますよね。18番のマルキーニョス、20番の小笠原、小笠原にボールが渡って、うん、ここは田代を使っていきます、うん、コーナーキックのチャンスになりました、うん、今の連携いかがでしょう、うん、小笠原が、ね、あの高い位置でボール持つといいボール出せますんで、はいはい、まあ、この試合ではボランチなんですけれども、はい、今のような、サイドハーフの位置にいる、はい、あそこでボールを持つ、はい、そしたらスイッチが入るんですね。そうですね、まあ、今走り出しもあの田代がタイミングよく出ていきましたし、はい、田代選手はこの、まあ、シーズンの後に日本代表でも、ね、活躍しましたし、はい、そうですね、さあ大声援が待ち受ける中でサポーターに向かってここです。そうですね、大きかったですねこの1点は。元山のミドル、はい、ロングシュートと言っていいような位置からの、そうですね、見事な右足でした。追加点2対0、はい、この時間帯での、ね、やっぱり追加点は、はい、本当に大きかったですね。後半の3分でした、はい、値千金、このシーズンは本当に充実のシーズンだったという元山選手、うん、見事な追加点、かなり息まだ後半3分なんですけど、ね、切れてる状況ですよね、はい、シュートを打ってもなお、うん、いかがですかこれ。いいとこですね、ちょっとブラインドになってるんじゃないですかね、キーパーから見たら見えない、はい、ディフェンスもそうですし、はい、味方もそうですね、そうですね、はい、あのコーナーキックからのこぼれ球ですから、はい、選手たちが多くいて見えない、そうですね、はい、だからこそ思い切って、そうですね、見事に決まりました2対0。